地はイギリスサウサンプトン出身の元サッカー選手。イングランド代表であった。現役時代のポジションはディフェンダー。サウサンプトン FC のユースチームで育ち、1998から99シーズン8月16日、リバプール戦においてデビューを飾る。2000から01シーズンにより不動の地位を築き、 2002から03シーズンには FA カップ決勝進出の原動力となるが、決勝戦ではアーセナルに0から1の赤敗をしている。2003年にチェルシー FC に移籍を果たす。チェルシー移籍後もクラウディオ・ラニエリ監督の下で不動の左サイドバックとして活躍する。特にアーセナルとの UEFA チャンピオンズリーグ準々決勝では、 決勝点を奪いチームをベスト4に導く働きをしている。ジョゼモーリーニョ監督就任後は出場機会が減り2006年にフラム FC へレンタル移籍する。2006から07シーズンチェルシーに戻った後はレギュラーとして起用されると思われていたがアシュリー・コールが移籍してきたため再び出場機会に恵まれない日々が続いた。しかしシーズン終盤には コールの怪我もあり、レギュラーで使われることが増えた。FA カップ決勝でも先発メンバーとして、フル出場、2002から03シーズンに自身が、成し遂げられなかった優勝に貢献している。2009年1月3日、より多くの出場機会を求めマンチェスターシティ、FC に4年半の契約で完全移籍をした。当時の背番号は25、2009から10シーズンからは、 サウサンプトン時代につけていた3に変更している。テリーとの試合前の握手を拒否する場面2010年、当時の恋人が代表首相のジョン・テリーと浮気していたことが発覚。両者は家族ぐるみで親しかった間柄でもあり大きなスキャンダルとして英国内で大騒ぎになり、これによりテリーは代表首相の座を剥奪された。ブリッジもテリーと顔を合わせたくないとして、 イングランド代表を辞退した。その後も招集がないことから事実上この時点で代表からは引退している。直後の2010年1月27日、両者は対戦し、試合前の握手をテリーに対してのみブリッジが拒否した姿が報じられた。なおこの試合はアウェーながらもマンチェスターシティが4から2で勝っており、ブリッジがテリーへの鬱憤を晴らす形となっている。 2010フィーファワールドカップまで3ヶ月を切り、同時期に同じ、左サイドバックであるコールが骨折。代表復帰が切望されたが、自身もリーグ戦で負傷。そのまま手術となり、残りのシーズンとワールドカップを棒に振った。テディの不倫問題発覚の影響もあってか、その後は、プレーに制裁を書いて、してでもポジションを失い、2011年1月12日、 ウエストハムユナイテッドへ、レンタル移籍。ウエストハムでは、自身の輝きを取り戻しつつあったが、チームの降格を防ぐことはできなかった。シーズン終了後に、シティに復帰。ただ、シティ復帰後も戦力外の扱いが続き、2012年1月31日に、サンダーランド AFC へ、レンタル移籍。2014年5月、膝の怪我のため現役引退を発表した。 出店クラブチェルシー FC ありがとうございます。